まず先進医療って聞いたことある。案外使うとか使ったらめっちゃ莫大な金がかかる。要するに1本我慢したら2000万だから付けといた方がいい。保険のまあ原点に戻ろう。これです。これジュース1本イコール2000万。そう我慢できるよな。できるよな。じゃあ次は先進医療特約。先進医療特約ね、うん、まず先進医療って聞いたことある。先進医療、うん、名前から見るに、うん、なんか進歩してる進んでるような医療、未開発とかそういう感じかなって。まあその通りだね、うんうん、大体その通りで、国の制度ってさっき話したさ、うんうん、医療費が100万円かかっても、うん、医療費って言ったらまあ手術とかね、うんうん、そういった部分薬とか投薬とか、うん、これを含めての医療費っていうわけ、うんうんうん、手術薬も含めて医療費っていうんだけど、うん、このじゃあ医療費が100万円かかった場合、うん、国の高額療養費制度で、うん、結局手出しがね、まあ、5、6万になるよと話したけど、うんうん、それが使えない医療費もあるわけ。国の制度が使えない医療費っていうのがあって、うんうん、今さっきケイが言ってたまだね開発研究中とか。じゃあなんだろう、うん、ちゃんとまだ認められてないっていうこと。そうそうそう、まあ、なんか言い方は悪いけど、うん、認められてなくて、うん、なんか正式にこれですっていうふうにまだ打ち出されてないような。そう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 、あでも信頼はできるけどっていう、うんうんうん、手術。そう、例えたらなんかじゃあ A の病気があります、うん、A の病気があります。でもこの A の病気に関しては、うん、先進医療でしかの治療方法でしか治せない病気っていうのがあるわけ。絶対お金かかるよね。かかるさ、うん、でこの先進医療の治療方法でしか A の病気を治せないってことは、うん、じゃあこのじゃあ頑張って治しましたと、先進医療で、うん、この手術して治しましたと、うんうん、じゃあ医療費が300万かかります、うん、でも先進医療は国の制度使えないから300万自己負担なわけ、うん、結構の額だよ300万って言ったら。結構本当に結構これだけでも破産しかない悩むと思うよ、とっても、うんうん、こうなったら、うん、でそこでこの先進医療特約っていうのをつけてたら、うんうん、最大2000万まで先進医療の治療を受けたら保険会社から支払います。2000万、うん、結構でっかいね。結構大きいと思うよ、最大2000万だからね。一応このじゃ先進医療特約の部分オプションなんだけどさ、うん、つけても125円、超安いよ。もうジュース1本だよねだからもう1日だけ、うん、1日1ヶ月に1回だけジュース1本我慢して、うん、とりあえず1本我慢して OKOK、うん、そしたらね2000万の保証がつくから。すごいね。すごいでしょ、ね、ジュース1本我慢したら2000万だよ。すごいね。もうジュース1本が2000万、うん、そう、安いよな、ね、ジュース1本イコール2000万。そう我慢できるよなできるよな。でこれさ、なんで安いと思う ?125円。え、その、うん、ジュース作ってる工場がとてもブラック企業で大量生産してるから。ああなるほど、まあ、全然違うけどさまあね、簡単に説明すると、うん、まあ、要は先進医療の治療を受ける人が少ないわけよ、うん、そんなにいない。うんうん、少ないイコール保険会社もそんなにリスクはない。そうだよね。じゃあそもそも、うん、この先進医療特約っていうのは、うん、そこまでめちゃめちゃ需要があるわけではない。そう、でも一回必要になった時にとても莫大な金額が必要になる、うん、だから安くなってる。そうっていうこと。そういうこと。まあ、要はこのね先進医療特約っていうのをつけたとしても、うん、これを使う人は、うん、ほとんどいないってこと。でも万が一使うときになったらめっちゃ困る、莫大な金がかかる、うん、だからつけといた方がいい、うんうん、安いけど安いからね。そう、ジュース1本我慢、うん、ジュース1本我慢したら、そう、うん、この2000万カバーできるんだから。保険のまあ原点に戻ろう。まず原点に、保険ってなんで保険に入るのって話で、うん、なんかあった時のための保険だよね、うん、あ、じゃあもうこれじゃん、もうそもそもそうだよ、これで、うん、なんかあった時の保険だからへえ、うん、すげえ。そう、これです、これ、うん、この先進医療特約っていうことの考え方がまさに保険の大事な部分かなと、うん、はい、思います。それが原点だからね、うんうん、でまずこの期間で最初に説明したやつ、医療保険の基本の部分は終身ってなってるんだけど、うん、
先進医療に関しては10年ってなってるわけ。これはじゃあ今から125円毎月、うんうん、あの 10年払ったらどうなるの、うん、その後。これね、10年後にまた更新っていう形になるんだけど、うん、この10年おきにこの料金が改定されますよってこと。見直し、見直し、うん、見直しされますよってことで、これは、うん、じゃあ10年おきに見直しってことはどんどん上がっていくんだなと思う、やっぱ。うん、さっきも言ったけど事故のリスクみたいな感じで、うんうんうん、その人の状態、うん、体の状態によってこの125円っていうのは変動するのかな、うん、あって思うんだけ ど、ね、あ、体の状態ではないね。じゃあもし先進医療今開発いろいろしてますと、うん、でさっき言ったように A の病気、うん、治療するのに300万かかります、うん、でもこの先進医療の開発がもうめっちゃ進んで、うん、この300万で治療してたのにそれを200万で治療治るようになったと、うん、ちょっと コンパクトにね、うん、できるようになったと、うん、そしたらそんなに取る必要ないよね。もっと安くなる、もっと安くなるってこと要は。でこの先進医療を使ってない人がもし多かった場合、うん、じゃあ10年後に先進医療を使ってたのを10年前より減ったよってなったら安くなる。まあ、車の保険で考えたらさ、うんうん、事故が減ったら車の保険も保険で安くなるわけ、うんうんうん、そうだね、事故が増えたら保険で高くなるわけ、うん、それと一緒。単純にちょっと変な例えだけどさ、うん、例えば車がどんどん開発されていって、うん、自動運転できる車になりました、うんうん、でその自動運転できる車はほとんど無事故です、うん、ってなった時の保険料は、うん、無事故だから安くなる。めっちゃ安くなる、うん、なんか考え方ちょっとこの125円、うん、あの先進医療特約に近いんじゃないかなと思った。車の進歩、あの、うん、技術の進歩がどんどんこれからなされていって、うん、保険料がまた車のも変動する、うん、でこの先進医療特約も、うん、まあ、医療の進歩によって変動する、うん、そう、なんか考え方すごい同じかなって思う。まあ分かりやすく言うとね、簡単に分かりやすく言うとそういうこと。うん、だからこれは10年後に上がるかもしれないし、下がるかもしれない。これは俺でも分からない。10年後になるの？10年後なので分からない。でもこれはね、あった方がいい。これはあった方がいい。そういうことだね。いや、この病気に関しては保険おりませんって言われたの。相談しないと始まらないから。人のためじゃないでしょ。230円。安っ。ハーゲンダッツ。月1回だけハーゲンダッツ我慢して。ご視聴ありがとうございました。クリエイティブレーベルアカデメイアの活動は、ご縁とご恩によるものです。いいねと感じたものを様々な形で伝えていきます。そこで皆様にお願いがあります。いいねと感じたら身近な人に伝えるという役割を皆様にも担っていただき、この輪を身近な人から広げていきたいです。それが平和への道であると強く信じています。